松です。やめなさい、ラブラブしてる。してないよ。撮ってあげますよ。いいわ、撮ってあげます。いいわ。来週行くんで。え？来週どこ？なんで言ってくれないの？どこ行くんですか？どこ行くんですか？いやーもう知ってるよ、知ってるよ。一緒になって予約したもん。じゃあ、うん、あれだよ、温泉。やっぱり。うん。秋。うん。花巻温泉。お湯の温度が？そう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 。だっけか。あ、でも確かに暑かったような。あれ、タイヤ変えました？え、変えました、タイヤ。うん。え、いや、大丈夫大丈夫。事故ないよね。殺されないようにね。え、変えないの？やめとけよ。うん、大丈夫だよ。え、大丈夫だよ。やばいやばい。どこ行くの？夏と来週？うん。どこもタイヤ交換。3連休は？3連休？どこ行ったの？どこも行ってないですよ。何してたの？みんなで行って、うん、みんなで？そう、なんか会社？暇だねってなって、うん、ヨウジさんとか、うん、じゃないかなって。うん、ヨウジさんとミリキーと、うん、とケコちゃん。うん。おばあちゃん家って青森じゃないの？違いますよ、栗原。あ、栗原なんだ。最近旅行行った？最近？うん、全然行ってない。夏連れてってくれないの？そうなんだ。どこに行くの？四国？飛行機？飛行機で。四国のど、何？四国の津川？全部？おお。向こうでレンタカー借りてみたいな。そうそうそう。おー、いいね。向こうで借りて。うん。広島で。はい。うん。おお。やっぱ寒い。寒いから暖かいところに行く。あっちもなんか行けるみたいな。マジで最悪だわ。さぬきうどん食べに行くんでしょ。そう、さぬきうどん食べて、うん、お寺巡りしないの？姫路城行きますよ。でもあ、お遍路、あれ、お遍路、ま、周りだっけ。行かないですよ、絶対嫌だ。クソ寒い中歩けばいいじゃん。寒いねー。23の連休のところ。あ、24。俺あれなんだけど、18ぐらいから福島に出張なんだけど、27まで。え、嘘、マジですか？ね、もうちょっとで切れるところ。え、俺の出張。クリスマスじゃない？クリスマスじゃない、
七夕もいなかったし、花火大会もいなかった。七夕と花火大会が一緒でしょ。開けないのもらっていい？なんか2回悪いことしたことになってるじゃん。1回だからね。え、誕生日は誕生日誕生日の時は一緒にいなかったじゃん。まだ付き合ってなかったし。あ、なるほどね、うん、じゃあ次の初の誕生日に期待する感じ。うん、なんかね、付き合う前、そのさとみの誕生日のちょっと後に付き合ったんだけど、誕生日の日だけなんか会えなかったんだよ。誕生日の次の日に俺会ったの。なんでなんで。え、違う、それは友達が祝ってくれてたからって言ったじゃん。え、だっけか。そうだよ、だって付き合ってなかったらね。え、違う違う違う、俺誕生